昨日の,あのしゃぶしゃぶの話の続きなんですけどあの僕の後ろに斜めずれの家族連れのお客さんがいたっていう話はしたと思うんですけどであの僕を挟,ん挟むような形でこう端向かいみたいな感じの並びになったんですけど、えー、それだったら僕をその向,こう向かい側の。 そこに座らせて、あの2つ横に繋げたら繋がるんじゃないのと思ったんですけど、<laughs> うん？まあ、まあそれはいいんですけど、あのちょうど向かい合わせみたいになってる。その。お父さんのところに座ってる方のお父さんみたいなっぽい人がね。あの、ま、的場浩司以外の何者にも見えなくて <laughs>。めっちゃそっくりだったんですよ。だか中国語で普通に喋ってるから違うと思うんですけど、どっからどう見てもめちゃくちゃ的場浩二さんですよ